創業145年香川県橋本市病院の美食家舞です。春に大満開、秋植え球根をきれいに咲かせる方法をご紹介します。まず球根を植える時期なんですけど、秋植え球根にはこんな感じでいろんなチューリップとか水仙、これもチューリップやけど原種チューリップとかスノードロップ、ムスカリ、ヒヤシンスなどたくさん種類があるんですけど、大体が9月から12月ぐらいが植え付けの適期となっております。種類や品種によってちょっと違いがありますので、詳細はこの球根の後ろ側のを見て適期に植えるようにしてあげてください。次にいい球根の選び方をお伝えします。いい球根はずっしりとちょっと重くて、で皮にツヤがあって傷がないことで、シワッとしていたり乾燥していたりすると、最悪の場合花が咲かない場合もあるので、きちんとぷっくりと綺麗なツヤのある球根を選んでください。例えばこの中で言うとこれとか結構ツヤがあってぷっくりした球根なので綺麗な花を咲かせそうですね。それでは早速植え込んでみましょう。鉢植えの場合と地植え、庭植えや花壇植えの場合で少し違いがありますので、それぞれご説明したいと思います。まず鉢植えの場合、鉢は少し深さのあるものを選んでいただくといいかと思います。なぜかというと球根が根が張るスペースがいるので、根の張るスペースを空けるために少し深さのある鉢を選びましょう。私はこのカゴの鉢、カゴバスケットに植え込んでいきたいと思います。で、球根を植える深さですが、鉢の場合はだいたい1つ分、球根の1つ分ぐらいを目安に植えてあげてください。で、間隔ですが、あまり開けすぎてしまうとちょっと寂しい感じになりますので、こんな感じであまり間隔を広く取りすぎずに詰めてあげると咲いた時に華やかです。球根1本に対して1個の花が咲くイメージです。球根の植える向きなんですけど、こんな感じでスライムみたいに先が尖っているので、尖っている方を必ず上にして植えてあげてください。球根を並べたらこの上から土をかぶせていきます。おはよう。土はだいたいウォータースペースを少し残す感じで入れてあげると、お水があふれずに管理がしやすくなります。ちなみにこの土ですが、水はけがいい土がいいので、普通の花の土に赤玉土や鹿沼土などを混ぜてあげて水はけを良くするといいかと思います。こんな感じで植え込みができました。次にお庭や花壇に植える場合です。お庭に植える場合はちょっと深めに耕してあげてください。まず 20〜30cm ぐらい深く耕してあげるのがポイントです。こんな感じで耕したら、ちょっとゴミを、根のゴミを取ってあげて、で、地植えの場合は先ほどの1個分よりはさらに深く植えるので、ですかね、3個分ぐらい、球根3個分ぐらい目安に植えてあげてください。なぜかというと地植えの場合は浅く植えすぎると霜が当たって傷んでしまう場合があるので、ちょっと深めに植えるのがポイントです。こんな感じで植えたらあとはかぶせてあげます。
こんな感じで土をかぶせて春を待ちましょう。最後にお手入れ方法ですが、土が乾いたらお水やりをしてあげてください。乾燥しすぎると球根が乾きすぎて咲かなくなってしまう場合があるので、必ず土の表面が乾いたらお水をあげることと、あともう一つ大切なのが、球根類は寒さにしっかりと当てないと花がつきませんので、鉢植えの場合屋内ではなく必ず屋外で育てて寒さに当てるようにしてあげてください。霜が降りる場所では鉢植えの場合、球根が浅いところにいるので軒下などで霜除けをしてあげるといいかと思います。こんな感じで植え込んでおくと、だいたい3月から5月に可愛いお花を咲かせてくれると思います。球根だけだと3月までちょっと寂しい状態なので、これから出てくるビオラやパンジーと一緒に植え込んであげると、11月から5月ぐらいまで華やかな鉢植えお庭を楽しんでいただけるかと思います。チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。